全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。少しばらついたスタートになりました。まずは先行争い、4番ミレニアムマシリカ、この馬が行きました。16番ムマペ譲りません。10番レッフーザ先頭に入れ替わります。その後は5番スカーレットキング、各馬1コーナーに入っていきます。続きまして18番スカイミュージアム、少し差が開いて2番スクリーンライト、外から8番サクラのロース、3馬身相手15番チヒロアグネス、6番スノーボールドラン真ん中あたりにつけています。3馬身相手11番バンスギコ、続きまして13番ウイニングプラン、2コーナーを抜けて向こう正面、外を抑えて14番カツオオン、内側9番ハーモスキース、これを見るように外側12番マフォクシースカイ。 1000m の通過タイムは1分0秒7、内抑えて3番シュンボンバー、その外17番ウッチパンサー、これを見るように内側7番アースシャトル、1番エクセルワーク後方。冬の東京競馬場を駆け抜けていきます。先頭から最後方まで10馬身以上、先頭はスカーレットキング、続いて10番レッグーザ、16番ムバッテ好位をキープ、各馬大欅の向こうを通過、外から上がるのはスカイミュージアム、後ろに2番スクリーンライト、1番人気4番ミレニアムマシリカ、この位置からの競馬、4コーナーから直線へと向きます。さあ真っ向勝負、若干リードはスカーレットキング、スカーレットキング頑張っている。400を切って先頭スカーレットキング、その後レッグーザ、スカーレットキング、スカーレットキング先頭だ、迫るレッグーザ、あと200、レッグーザ先頭に並びかける、レッグーザ接近してくる、レッグーザいい足で伸びてきた、ウッチパンサー追い上げる、レッグーザ差し切ってゴール。勝ったのはレッグーザ、鞍上は古川奈穂騎手、レッグーザブリーダーズカップを制しました。2着馬券、3着スカーレットキング、